はい、どうも松村上九郎です。ペコリーノ、今年こそ余計な買い物をする前と思っていた矢先に、まあ、なんていうか、まあ、いろんなもの、パソコンとか、なんとかコンとか、ヘッドマウントディスプレイとか、よくたくさんいろんなものを買ってしまって、破産寸前なので、絵描きのね、部屋紹介、みたいなことをね、やっていこうと思います。よろしく。ちなみに今回の動画は、この RX100M7 っていうソニーのコンパクトデジカメで撮りました。マイクの音質とかのテストとか、まあそういうその辺のあれも含めた感じで、まあご観覧いただけたらいいんじゃないかなと思ってます。ちなみにこの子の使い勝手はめっちゃ良くって、旅行で持ってって散歩とかしながらブラブラするのにめちゃめちゃ最適です。コンデジ持ちながらの旅行は本当に神だなと思ってます。もちろんスマホでもいいんですけれども、スマホよりやっぱり全然遊べるっていうか、画質もいいっていうか、なんかそんなところがあるんで満足っていう感じ。それでは行ってみましょう。で早速見ていきましょう。こちらが今日ジャスコで買ったガチャポンですね。ガチャ500円、1回500円のガチャポンで、この子とこの子が当たりました。これ一つ、これ H 君、何気にこっちこの HDD 好き、めっちゃ好きなんですけど、これすごいよね。これ光るっていうことをさっき気づいたんだけどさ、マジめっちゃ光ります。ちゃんとここも押すと、電源ボタン押すと、これ。やばいよね。たまの息抜きでオラって買う、せっかくのガチャポンだったら、500円、高くていいから、めっちゃしっかりしたいいものが欲しいっていう派閥の人間なんで、500円でこのクオリティはマジでやばいなと思って、いい買い物したなって思ったんです。ウィー。で、ちょうどこちらも今日ちょうどですね。今日ちょうどジャスコのゲーセンで、なんかクレーンゲームでゲットした北サンブラックと、バニーの初音ミクちゃんですね。フィギュア置く場所ないんですよね。こちらの今回、今年模様替えして、だいぶ見やすくなったんですけど、だいぶこちらもね、見やすくはなったんですけれども、フィギュアを置く場所がない。置く場所がないのになんでガチャポンやるんですかって、ガチャポンとか、クレーンゲームやるんですかって言われたの。聞いて、3500円、毎回いつもだったら5、6000円かかって2つ1個のようなところを3500円で2つゲットした場合は上達してる。まあ、部屋のレイアウト的にはそんなに変わってないんですけれども、基本はね。でも机をたくさん買いました。とにかく机をたくさん買いました。まずこの正方形のテーブルをニトリのネットの通販で買い、ここの謎の四角い、この子をホーマック、ホーマックで買いました。高さ、要するにスペースだけだとなんか絵描くのに足りるんですけれども、書き終わった紙とか資料を置いとくスペースっていうのがどうしてもあった方がやっぱり便利だなと思って、こういう机をね、まあ結局買うに至ったというわけですね。で、まあ、辺はもう死ぬほどごちゃっとしてて整理されてんのかされてないのかで言うと整理されてないんですけれども机って便利だなと思います。ちなみにこの黒い謎の黒い机の正体については後で話します。はい、 D さんにもらったスマホのケース、素晴らしい。今年は PC の調子が後半ちょっとおかしかったので、まあ PC のなんか水冷ファンを取り替えて空冷にしたとか、あと、くっそ重たい PC をいつもこう、ズズズって引きずっていくのがいよいよ大変だなってことになったので、ちゃんとキャスター的、荷台的なものを買いました。で、この荷台なんの、悲しいエピソードをこれから話します。まあ、この荷台、簡単な荷台があるんだな、かっこいいじゃん、いいじゃないですか、2、3000円ぐらいですかって思うかもしれないんですけど、これなんと1万2000円しました。何なのかっていうと、これよく見てください。これね、本当はバウヒュッテっていう、ちゃんとした、もっとちゃんとした、上とか、ちょっとすごいしっかりしたやつなんですけれども、入れてみようと思った結果、ギリギリパソコン入らなくて、いや、入らないことはないんですけれども、めっちゃ、こういう柱があって、そこにフィットはするんですけど、フィットさせるために、この重たい20キロぐらいある、20キロか知らんか、このパソコンを、うーって結構1エネルギーを稼いで上からシュンってやんないといけなくて、
やっても、メンテナンスするたびにそれやるのはやってらんないと思ったんで、柱をぶっちぎりました。ずっと黙ってたけど、俺ね、頭悪いんだよ。くそ。ちゃんと生きるの下手で安心したとか言われてんだけど、マジ草だよね。ほんと。なんなのほんと。で、そのバウヒュッテのぶっちぎられた上っていうのが、ここに来ました。高さが78センチまで稼げるんだって。だから、こっちの Y の作業してるこっちの机の高さが72センチだから、なんと余裕でこう合わせられる、アジャストできるから、ここに来てもらったんだよね。マジ、この壁とか絶対いらないし、なんなら掃除機かけにくいから邪魔だなって思うんだけど、かといってその辺に転がしといても邪魔だからさ、つけといたりしてます。まあ、なんやねんって思ったんですけれども、まあ、最終的にあの荷台もなんか使いやすいし、で、ちょうど、ワイメンコエ、随分メンコエ。で、今年買った中で一番高い買い物は、このパソコン、MacBook Air の M2 かな？確か M2 的な感じで、なんか評判もいいし、かっこいいし、薄くて軽いし、いいよっていうことで、なんか評判だったから、うっかり買ったんですけれど、ちょうど円安がどうとか、半導体が高いとかどうとかっていう絶妙なタイミングで手を出してしまったから、若干値段的には割り送ったような気がしますが、まあ、遠征でね、自分のパソコンで落ち着いて配信ができるということを考えれば、いい買い物だったなと思ってます。まあ、今年1年で割りを、元を取るっていうよりは、まあ、何年もかけて、なんか長く使って、うんちょりっていう感じだと思うんで、まあ、よろしくお願いしますよって感じです。意味のわかんないステッカーが貼ってありするんですけれども、まあ、多めに見てください。ちゃんとめんこいと思います。でも、うっかりすると1年に1回ぐらいしか使わないみたいなことになっちゃうから、もうちょっとまめに旅行とか出かけたりとか、なんか言い訳をつけて、なんか電源、ちゃんと電源を通すか、ほら、電気製品ってさ、一応電気まめに通さないと逆に悪くなるとか言うじゃん。ちゃんと、ね。頑張ってよね。本当頑張ってよね。で、ここに存在感があって、ゴロンと置いてあるのが、ヘッドマウントディスプレイ、クエスト2っていうやつですね。ここに置いてあるから、まめに使ってるのかなって思うんですけども、今まあ、紹介のためにこっちに持ってきたっていうことで、普段は寝室の横の本棚みたいなところに、ゴロッと置いてね、してます。充電はされていません。本当にごめんなさい。まあ、今年一番の衝動買い第1位って言うなら、この子かなと思って、まあ、この、まあ、完全に趣味のレベルなんだけれども、趣味と言えるほどにすらインできてないっていう、ちょっと、まあ、今年本全然使えてなくてかわいそうだったんですけど、来年以降はね、ちゃんとこれ使って、いろんなワールド入って、なんか、ああ、楽しい、ブンブンっていう風にやれたらいいなと、一応ちゃんと思っております。ちなみに見えにくいけど、ちゃんと土入りのメガネを外して、あと、ちゃんと目がめっちゃ悪いドキンガンドランシの Y でも楽しめるような、特注のレンズがパコってハモっております。だから、おいっ子にチャ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 ってなんか遊ばれて、一生懸命つけたそこのレンズをパコって外されて、また一生懸命、あーって言いながら、つけ直す羽目になったっていうエピソードがあるんですけど、それはまた別の話を。ちなみに話が前後したんですけれども、PCU のファンが壊れました。PCU のファン交換するときのどんな様子とか、うんたらっていうのは、ブログとかサブチャンネルの配信の方に詳しいんですけれども、省略するんですけれども、買ったのはこのファン。この一番手前に見えてるこのでっかいファンが、まあ、Y が自分でつけました。すごいよね。お Y 本当 PC のケースの蓋開けるのすらおっかないっていうところから、本当ちゃんとファンを取り付けるファンをファンファンするところまで自分の力でいったのはすごい偉いなって思ってます。 Y を褒めてほしい。本当欲しいですね。回ってる。でパソコンから目を移していくと、ここにあるのがギター。おお。近づいてよく見てみよう。このギターは自分で買ったものではなくて、今年人からもらったものの中で一番高いものです。人って言うと人事っぽいんだけれども、親父に買ってもらいました。なんと、ヤイリギターさんっていうのは特注のギター作らせたら世界一的なところで作ってもらった感じなんですよね。まあ、もともと親父自身がギターを持ってて、今まで Y がサブチャンネル
ャンネルの配信とかで、ジャガジャガ弾き鳴らしてたのは、親父が若い時に、それこそ、ヤエリギターさんで作った、ものなんですけれども、まあ、親父がそろそろ、まあ、仕事を引退するだか、うんたらみたいな部分があるので、まあ、親父も自分のギター、そろそろ、まあ、一度取った杵塚ということで、自分で弾きたいということで、まあ、代わりにお前ギター買ってやるよ、みたいな話の流れになり、ピックガードとかも、これは自分でデザインしたんですけど、まあ、買ってくれたということになりました。なんか、本当はこういうのってさ、引退祝いっていうか、逆になんか、ワイがもうちょっとなんか、買ってあげるべきなんじゃないかって思ったりしたんですけど、まあ、親父の還暦の時に、まあ、なんか、20万くらいのね、なんか、いい感じのカメラを兄貴と割り勘で買ってあげたりしたで、まあ、ギブアンドテイクというか、なんか、まあ、あげたりもらったり、まあ、そういう親子関係だと思って、微笑ましく眺めてください。まあ、そんな感じで、ギターってやっぱり毎日弾いて、この、どんどんやっぱ、ヤエリギターって毎日弾き鳴らしていくと、すごいいい音、いい響きになるっていうことらしいんで、まあ、ガンガンめでて、めんこくね、めんこい音が鳴るようになっていてほしいなって。思います。よろちくび。よろちくびとか言っちゃったな。くそ。ダメだよ、ほんと。息をするように言っちゃダメだよ。ほんで、まあ、改めて机周辺。なんか、すごい、まあ、派手に変わってるわけじゃないんですけども、細かいことが変わりましたかね。小物のところを見てみよう。まあ、毎年恒例の小物エリアなんですけれども、今年なんとですね、京都のゼブラのイベントあった次の日とかにね、京都行ったところで、嵐山のなんか、畳屋さんっていうかなんか竹職人的なグッズが買える的なところがあったんで、そこで畳を買いました。畳とかなんかこのぼんぼりみたいな、なんかさ、あとこのちっちゃい座布団とかなんかこういう細かい和みたいな小物をなんかたくさん京都で買ってきました。まあ多分総額2万ぐらい使ったような気がするんですけれども、おかげでこう、小物エリアすごいスッキリしたと思います。なんか今ずっと100均の30万80万みたいなところだったんですけれども、すごいほんとちゃんとしたいい畳なんですよ。この本当畳のいい香りがする本当の畳職人が作ったミニチュア畳っていうことでめっちゃいいんだよね本当。じゃあ Y は普段はここにいます。うん、Y 普段ここにいます。いや、ちなみに本当はこっちが Y の席なんですけど、クジラさんがおる。心なしか楽しそう。ちなみに小物の予備軍とかはあっちの方にまだ佇んでいたりとかします。なるほどな。あと出番を終えたりなんかまあいいかって、とりあえずしばらくしまっておこうってなった今までのガチャポンの子たちはあんな感じでほこりをかぶらないようにしまわれています。まあまたレイアウトとかその時の気分で、まあ、日の目を見たり見なかったりするでしょう。まあ、あとこれは細かい話だけど本棚の整理をしました。まああんまり本棚はみんなに見せてないから、まあ、何がどう片付いたかわからないと思うんですけれども、とにかく100均に行ったりとかして小物を整理するとか、あっちの方もね本の在庫とかそういうのをちゃんとしまえるようにかなり整理しました。本当はお袋とか親父の会社のなんか資料みたいなのがドカッと置いてあったんですけれども、どいてもらえました。どんどん実家を私物化していく次男のクズというか感じなんですけれども、これからも多めに見てほしいと思います。よろしく。でこちらが水彩周り。なかなか水彩もね充実してきたっていうかこなれてきたみたいなところがあるんですけれども、今年水彩関連で自分で買ったので大きいのはこれかな。この陶器、この筆線、陶器の筆線、なんかメーカーの名前とかうっかりも忘れてしまったんですけれども、この子がいい、陶器の筆線はいいですね。バチャーンってなんか重たいんで転がってビシャーってなっちゃうようなリスクがほぼほぼゼロっていう感じで、重心も低い形してますからね。これやっぱりいいなって思います。あと水洗いするのも楽だし、すごくなんか3000円ぐらい、このサイズで3000円ぐらいだったと思うんですけれども、すごいいい買い物だったと思います。すごい QOL、 水彩 QOL が当たりました。水彩 QOL、 水彩 QOL、 水彩 QOL。 下にお袋がいるから若干恥ずかしくなっちゃう。まあ、あと整理の関係で言うとこの辺も大きいですかね。この辺は本当はなんかもっととっちらかってたんですけど、ここの本棚と本棚の間の40センチのこの隙間、なんとニトリにこの
この40センチの隙間ちょうど入る縦長のラックが売ってたんで、速攻で買ってぶち込みました。ここマジ、マジめっちゃごちゃごちゃになってたんですけれども、本、もっとたくさん本を買いたいなって思って紙の本をね、買いたいんですけれども、本を、肝心の本を置く場所がないってことは、そうそう、あっちの本棚とかを片付けたりいろいろしたのも、その本を置く場所が欲しいっていう、まあそういうことで一生懸命、まあ片付けたり模様替えしたりしてたんですよね。まあ、その結果、ミフィ先生、耳、あーって、耳、あーってなっちゃいます。本当すいません。本当にすいませんでした。くさ。ちなみにボブとか高速ウサギとかパンツかぶってるペンギンちゃんは一番上にいます。どっちかっていうとミッフィー先生を上にしてあげた方が先生的にいいんじゃないかっていう気がするんですけれども、めんこいからよし。ちなみにこの下にあるこれは、このラックはニトリの本棚の このラックとは別で、この子だけバウヒュッテ、この子は例のバウヒュッテのラックなんですけれど、引き出しで引けるんですけれども、なんかまあこの子無理やりまたがせてます。無理やりこう金具をもうちょっとだけ広げて、ちょっとだけごめんして、ぶち込んで、全然新しい家具のクリーチャーを生んでしまったみたいな状況になっています。なんかさぞ片身の狭い思いをしてると思うんだけれども、まあ他に置く場所がないから、まあそのまま我慢してじっとしててくれよ。あ、ごめんな。本当マジごめんごめん。こっちの机といいバウヒュッテに迷惑しかかけてない気がするし。してきてるんですけど、マジもう本当申し訳ないです。本当ごめんなさいね。本当好きなんだよ。本当バウヒュッテすごいかっこよくて好きなの。まあ、バウヒュッテ関連でもう一個謝らなきゃいけないことがあるとすると、こちらのバウヒュッテ製のオットマン、足を乗っけてのオットマンって梅干し食べてスッパマンできるこの足の製材なんですけれども、使ってないっていうことですね。何なのかっていうと、こちらのスイートデコレーションっていうなんか可愛いものを売ってる店で、まあなんか2、3000円のクッションをドンドンってこう縦にデカめのクッションをドンって置いて、この上にふわって足を乗せる方が全然足が楽、かかと足首が楽っていうことに気づいて、結局2、3000円のクッションに1万2000円のオットマン負けるんだなみたいな感じで、居場所を失って粗大ゴミ行きになりかけているこのオットマンなんですけれども、ごめんな。かっこいいと思って買うんだけど、使い道時間が経ってきて使い道がなくなったり見つからなくなってくるっていうこの現象、何バウヒュッテ現象って呼んだらなんかすごく営業妨害になるからダメなんだけど、ワイにとってはちょっとそういうところはあるよね。本当ごめんなさい。本当にごめんなさい。ディスマじゃなくて、なんていうの、ステマの逆じゃない、単語の能力がないから編集点、はい編集点ドンボンボンボン。本棚関係に戻りましょう。本棚のね、上の方もかなり整理しました。本当はいらない箱みたいな、キーボードの箱とかそういうものをぶち込んだりいろいろしてたんですけども、これでもだいぶすっきりした方です。本棚のこの上の方ってあんまりでかい本とか なんでしょうね、あんまり本を本棚だけどたくさん置くと取りにくかったりして、なんかめんどくさいなって思うから、あんまり本を置きたくないっていうそんな民なんですよ。だからでもなんか空いてるのもかっこ悪いなと思って、どうしようかなっていうところで、任天堂の箱を置いたりしました。これなかなかいいな、可愛いなと思ってるんで、なんか個人的には気に入ってるレイアウトです。アミーボがなんかどこ置こうかなと思って悩んでたんだけど、ちょうど収まったと思ってます。ちなみにこの上の謎のキンキラキンのモッチー像とモンスターファームの箱は、これモンスターファームなんか何周年か記念のなんかプレミアバージョンのモンスターファームのなんかをオーディオトラックとか、なんか限定版のやつとか、なんかそういうのです。プレミア版なんで、なんかそれなりの値段がしたんですけれども、私モンスターファーム大好き、本当だったんで、なんか思わず買ってしまいました。この金色のモッチーと、ちなみにシリアルナンバーが入ってて、111番です。なんとゾロ目なんですよね。本当はゾロ目を引いたんで、モンスターファームのなんか藤田課長だか、なんかその名前忘れちゃったんですけど、その、なんか向こうの人に自分の育てたモンスターファーム、モンスターのバトルを実況してもらう権利、
みたいなのが本当は当たったんですけれども、残念ながら去年、今年の2月、1月2月の話だったので、私イベントコミティア参加して画集売るとか、なんかそういうムーブをかましてた時期で、ちょっととてもじゃないけど時間がなかったんで、残念ながら辞退みたいなことになってしまいました。ちょっともったいなかったかなと思います。くそ運がいいのか悪いのかっていうところなんですけれども、まあそういう間の悪さも私の人生みたいなところがちょっとある気がします。こっから先はね、間のいい人生になったらいいなってちょっと思ってるんですけどね。まあなんとかなるでしょう。また呼ばれねえかなくそ。ちなみにこっちの側の本棚には、G913 のキーボード、 Y がいつも使ってる Windows の方のキーボードの箱をドンと置いてます。ちょうどこちら横の幅が合ってますねって感じですね。で、上には謎の犬とかぬいぐるみがいます。で、あとこの木の M とこれ何なのかっていうと、私なんかわかんないけど2016年くらいにこの木のこれを M 紙黒のローマ字全部なんか7、8文字ぐらいのこの木をこれ買ってって、クラフト系のなんかハンドメイドインジャパンだったか、なんか札幌のイベントだったかに、その木のこれを持ってって店に並べて M 紙黒ってディスプレイにしようっていう、なんかそっち狂ったこともなんかすっごいコスパの悪いことを思いついて、なんかやってみようみたいな、そういう頭の悪いことを実践した時期があります。今では2個しか残ってないっていうか、まあこれ1個3000円とかしたから、全部でなんか2万ぐらいしたみたいな頭の悪いお金の使い方をしたんですけれども、まあいよいよ邪魔だったり、なんか M2 個あった M のうち1個の M がポキッと折れたりしてて、まあ邪魔なんで、M の M と K だけ残して、燃えるゴミに出そうかなって思ってます今までありがとうな。当時の自分としては一生懸命思いついたことをやってるみたいなね、まあ、そういう愚かさみたいな、そういう歴史も振り返っていく部屋紹介の動画です。ああ俺のケツを見ろ、ああ俺のケツを、ケツが汚い。まあ大体今年いじった場所は大体紹介し終わったかなっていう感じです。まあこの辺の本棚の小物の整理しました。こっちの方はなんかドライバーがどうとか、ガムテープがどうとか、あと使わないネジがどうとかみたいな、かなり雑な小物のエリアなんで、全く面白みがないと思うんですけれども、この辺もまあ今年手を入れるまではかなりとっちらかってたんですよ。100均万歳、100均でこういう小物のあれをガンガンガンって買ってきて、まあこういう風に収納するだけでだいぶスッキリしたんです。この収納がうまいか下手かどうかは皆さんの目にどう映るかわからないんですけれども、個人的には、まあ、だいぶすっきりうまくやった方かなと思っています。ちなみに張り切りすぎて、この小物いいな、この小物入れいいなと思って張り切って買った結果、財布の中に5000円札しかないんだけど4900円ぐらい使って、あやべえ、100均ショップで金足りないってなりうるみたいな危ないところでした。ちなみにこれ1個が200円とか300円とかしてたんです。100円かなと思ってポイポイ買ってたら300円だったっていう罠にはまりました。本当いい加減にしろよダイソー、本当いい加減にしろ。本当このパソコンの向こうの裏のこっち側はちなみにこうなってます。なんか Y が自分の本をなんか収納、なんかクリアするクリアファイルとか、なんかそういうプチプチとか、使わないハガキとか紙とか、あとなんかイベントに持ってく重機とかがこんな風にまことしやかにねまことしやかに入ってます。ちなみにこの布をペロンとめくると缶バッジとか、そういうあれが入ってます。ちゃんとホコリが被らないようにケアされてるんで、皆さんこれ安心してください。缶バッジでございますあと今年買った贅沢品っていうことで言うなら、この左のキューンですね。キューンのトートバッグですね。どういう構造なのかっていうと、横に一応チャックがちょこっとついてるんですけど、ここまでしか開かなくて、横ギリギリノートパソコンが横から入れられないみたいな感じで、で耳のこの形状に沿ってこうやってチャックがファーってついてて、ここは耳、こっちはこういう長いランデブーをすることで耳のところがバカーって開くんですけれども、それでも上からパソコンがギリギリ入るかどうかみたいな感じで、使い勝手は最悪いい加減にしろよ。ちなみに嵐山で転んだ時の思い出の表傷がこちらになります。クリーニングにさっさと出せよというふうに自分で思うんですけれども、持ってくのがめんどくさすぎてまだ持ってってません。ちなみにケツも汚れました。かわいそうなキューンのウサギちゃんで抜いてこうね。あーなんでもないです。ちなみにこの右のトランクはなんかまあ2年ぐらい前に買って
って買いました。まあこれは普通にこの色のトランクを買ってきて、白のなんか、マッキーみたいな、なんか それでゴラゴラゴラって変えただけなので、まあこの世に1個しかないトランクです。まあこれをトランクを持ち歩いてしまうと、我松村上黒なりって自分で宣伝して歩くような感じがして香ばしい気がするんですけれども、めんこいからいいでしょっていう感じの、その注目型特有の目立ってええやろみたいな、そういうなんかそういう痛さみたいなのを含んだトランクになっております。非売品、皆さんも強く生きてください。はい。あとついでにこの話をすると、このちっちゃい机、これもまあホーマックで買ったんですけれど、ここにはなんか細かいなんか日用品とかホコリを飛ばすやつとかそういうのが入ってます。こういうやつ、これケーズ電気とかで買ったんだけどさ、やっぱこれあると便利で、便利です。とにかく便利。話が雑。でなんか前触れなくスイッチのコントローラーがこんな場所で充電されてるんですけれども、悲しいわけがあります。まあ直接コンセントの方につないでこれ充電してるんですけれど、本当はスイッチの本体の方でつないでやってたんですけれども、なぜかコードが認識しないっていうか、ちゃんと挿してもなんか充電コントローラーされないみたいな感じになっちゃって、なんかついにこっちの本体のあそこの USB のドンみたいなところが、まあ、バカになったのかなみたいな感じで、恐れおののいてます。一瞬プロコンの方が壊れちゃったのかなと思ってめっちゃビビったんですけれども、これプロコンも壊れたらまた6,000〜7,000円くらい出費しなきゃいけないじゃんと思ってすごいビビったんですけれども、まあそこがバカになっただけだったんで、このビビらせおってということですね。あーケツを見ろ。いただき物のインクの群れ、ドゥン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 、たくさん使おう。まあそんな感じでね、今年も無駄遣いとか無駄じゃない金遣いとか、まあいろいろしてしまったんですけれども、そんな Y の財政を支えるために皆さん Y の本を買ってください。表紙、この表紙本当すごい可愛くできた。こっちのね、この間の11月デザフェスの新刊がもう通販開始してるし、なんとこちらはバンドデシネコード誌 Y が主催でやった6人くらい作家集めて、やりました。合同誌バンドデ IQ2 トン、合同誌がね、ついにできたのでね、発売開始しております。今のうちにポチるとおそらく年内にお届けできると思うので、よかったら、ポチって Y の財政を、助けてくれ。まあ、そんな感じでした。まあ、自分の心とか魂とかそういうものが潤うようなお金の使い方、こういうことをねしていけたらいいんじゃないかなって思ってます。破産しない程度にね。こんな感じだよ。じゃあこれ終わったことになるのかな。ちゃんと喋りすぎて喉ガラガラだったかもしれん。マジごめんね。マイクの音質どうだったこれね。すみません、すべての編集が終わった後にこの子の存在に3D マウス、3D、 あ、これ横のこの子はダミー、3D マウスがあるんだ、3D マウス今年の1月の30ぐらいに買ったらしいです。使ってあげようで、やりたいことが多すぎるけども、うまーく整理してちゃんとまんべんなく充実した一年に来年はなったらいいなって思います。じゃあ